ガールズグループ BP ラニアの元メンバー、キムユミンが活動当時妊娠をして、以降インターネット放送に飛び込むことになった理由を告白して、視線が集中している。MBN のバラエティ番組気分爽快ショートンチミの制作スタッフが最近先行公開した映像では、離婚後一人で子供を育てているキムユミンが出演し、包み隠さずトークを展開した。2016年から BP ラニアの新メンバーとして活動し、自然に元尾に出会ったというキムユミンは、知人と一緒にいる時に出会った。1年ほど順調に交際を続ける中で、活動中に子供ができた。幸い彼は、当時活動を終了した状態だった。元尾もアイドルとして活動した先輩だったと明かした。キムユミンの元尾は、ボーイズグループトップドッキのメンバーとして活動したピーグーンだ。キムユミンは当時を回想して、現実的に私はアイドル生活をしていたので、お金もなかったし、元尾も小さな会社に勤めながら安定した収入はあるにはあったが、少ししかなかったとし、そうこうしながら子供ができて半年で、幸い結婚式を無事に挙げることができた。式を挙げる過程もそうだったし、家を探すお金もそうだし、とにかくお金がないと生活できないのに、その頃からなかった喧嘩をするようになったと打ち明けた。キムユミンはある日、元尾が本を一冊プレゼントされたそうで、インターネット放送についてのことだったとし、一日でも早く始めてこそ成功することができるという文面があって、元尾がインターネット放送をしてみるのはどうかと提案してきたと告白した。そうしながら、どうしてもインターネット放送の特性上、コミュニケーションしながらの放送は男性より女性の方が少しは有利なのでしてみてというので、妊娠9ヶ月だったが元尾の T シャツを着て隠して放送をしたとし、思ったよりそれがうまくいった。それでお腹の子がいい子だから、私がこの子をサポートすればお金を儲けられるかもと話して、ある時から仕事を辞めようと思うようになり、私にますます期待し始めたと話した。キムユミンは、私も目の前にお金がまみえるので、最大限ベストを尽くしていたが、ある日、明け方まで放送した翌日午前に破水して病院に行ったとし、元尾は会社に行っていなかったので、母と実兄が病院に連れて行ってくれて子供を産んだと打ち明けてスタジオを驚かせた。続けてキムユミンは、子供を産んで7日で家に戻った。健康管理機関にも、またお金のことを考えないといけなかった。私たちはお金がないから、すべて借金で始めたから、借金を返さなければいけなかったり、赤ちゃんにお乳を飲ませたりと、そんな過程でもインターネット放送をしたし、終わるとその翌日には再びモデルの仕事をしに行ったりしていた。常に必須で持ち歩いていたのは、カバンではなく作乳器だったと告白した。このために、産後ケアができなかったと話して、それが激しくて手首。足首が常にとても痛いと吐露したりもした。特にキムユミンは、こうやって稼いだ金で決算額がつけられたのを元尾に送る過程で、両親に申し訳なくて感謝の気持ちを込めて、少しでもお小遣いをあげたかったというキムユミンだが、一人で考えて、それをすぐに話したところ聞くやいなや、と話した瞬間まで先行公開の映像に含まれた。その理由は、本放送で公開されるものとみられる。今月30日より日本デビューコンサートを開催。ジュノ、社会服務要員として服務していた時の美談が広がる。ネットユーザーが明かした内容。服務していた障害者保護センターに車がなかったので、大型ワゴン車を寄贈。今月20日の障害者の日にセンター勤務の人たちにピザを送る。虚民、意味深投稿が話題に。インスタにイドラザーダイザンマリーヒムと書いたノートの一部を掲載した。すぐに削除。モストオブオールユーシュドゴーオンエージエットという英文が書かれたものに変更。